はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もレインボーシックスシージ、3層で人質任務やっていこう。ちょっと期間が空いたかな。シーズンパスは持ってないので、頑張って名声を貯めて、とりあえずブラックアイスの追加されたオペレーターの片っぽのバッグを購入しました。武器が2つあるんだけど、とりあえずアサルトライフルを使っていこう。他のオペレーターも頑張って全部アンロックしたので、使えるオペレーター幅が全開になったかな。あとはフロストを解除しないといけない。人質を見てみよう。できれば追加されたマップのヨットが良かったけど、マッチング必ずしてくれるとも限らないから、とりあえず3層で人質にもやっていこう。バッグの特徴は、これといって何だろう、投擲できる特殊なアイテムがあるとかではなくて、武器、さっきあったアサルトライフルと、あとセミオートライフル両方にショットガンが撃てる、その、追加のモジュールみたいなものがついてて、まあだからなんだろう、場に応じて警戒ができて、そういう意味では弾がたくさん持ってるというか、そういう兵士かな。JTF っていう部隊のオペレーターだったはず。行ってみよう。でもね、プレイングも慣れてきた方ではあると思うので、頑張っていこう。いたな。違う、仲間が押した。EMP を投げる。仲間が撃たれてるよ。このまま上行くか。うわ、思いっきり開けてる。敵どこにいる？味方が一人やった。敵いなくないか、これ。フラグを投げる。ウェルカムマットが心配だな。大丈夫、やっぱりあった。あー、やられた。助けたかったけどやられたな。まずい。24ショットガンに切り替え。こっちに来るか。あ、下に敵が、味方がやった。22足音するな。敵がいた。あっ、ない。敵は残り1人。あと1人。よし、オッケー。敵部隊を、人質を助けないスタイル。まあね、ショットガンモジュールと、あとアサルトライフルの切り替えればこんな風に戦えると。さあ、防衛だ。防衛でフロストもまだアンロックできてないから、頑張って名声を貯めよう。非シーズンパス勢はちょっと辛い。誰使おうかな。味方は何を使う。ミュートを担当しようかな。ドロセルでこれでいこう。人質の安全を、さて、とりあえずドローンを処理しないと。急いで。はーい、石へも置いて、でこっちにも置いて、で早々に閉じちゃって、ドアを封鎖。あとはここ大丈夫かな。こっち閉じとくか。突入まで10秒。場所がまだバレてない。突入まで5秒。ここ邪魔で妨害しとくか。よいしょ。よくやった。人質の居場所を確保した。起動準備 OK。 で、そこに防壁を補強して、ミュートのね、敵の邪魔じゃないや、敵のドローン処理は大切だからね。
さ、大統領専用機とかになると結構難しい部分があるけど。敵はこっち側の監視カメラが生きてる。あ、アマもらって、敵の足音が真上から聞こえたら、あそこにニトロセルをくっつけてバーンしたいんだけどな。依然として敵がまだ見つけてない人質を。敵の一人がテルミットかと階段に見えたぞ。敵がそこ割ってるのか。発見された。爆発。アッシュ、仲間がやられた。うん、ほっ、これじゃ遠いすぎる。フレンドリーファイアしちゃった、ごめんなさい。厳しいな。心拍センサーの準備ができた。OK、仲間が。あっ、アップない。人質に当たるぞ、そんなとこにいたら。一人がまずいな。くぅ、まずい。はぁ、だぁ、ダメだ、負けた。ミッション失敗、味方が制圧された。 IQ、 ちょっと別のところに行ってた方が良かったかな。これでワンワンで攻撃、どんどんバッグを使っていこうか。じゃあ今度はこっち使っていこう。マークスマンライフル。人質を取り戻せ。準備フェーズで地下の方が攻めやすいのかな。人質を死に、地下だと敵がいた。そこか、テルミットじゃないと床が割れない。おっ、あ、フレンドリーファイアした。樽の上に行けなかった。ちょっと下水戦法だけど、ドローンを敵の足元ばっかりに移動させて、敵のフレンドリーファイア、もしくは仲間割れを狙うという戦法もまあありっちゃありかな。さあ、だけど敵にフロストもいるな。サッチャーの方面からん、こっちじゃなかったっけ。ここ割れるんだな。ダブルで設置した。あ、まずいな、補強してる。グラスナイス。ガス炊いた。こういう時はとりあえず落ち着いてドローン行ってらっしゃい。うん、あれ、時々これなんかドローン投げる場所によってはすげえ飛ぶんだよな。お、あ、全員中戻った。そしてこれはウェルカムマットだ。おっと、
世話できそうにない。どうしようかな。ドローンさん、あ、ここが割れてるのか。ちょっと仲間の援護をしよう。押された。どう、仲間やられた。見えないな。敵は顔出してない。そしてあそこに敵は2人。ドローンが発進した。もう仲間撃たれてる。ドローンないんだった。どうする。敵を確認。近、そっちか。さっきドローン壊した人が。まあ、やられた。フレンドリーファイアが怖いよ。敵のオペレーターは残り1人だ。いない。よし、勝った。オッケー。いいな、ショットがモジュール。ミッション完了だ。結局人質ってこうなっちゃうんだよな。人質を、あ、隙をついて人質を抱えて逃げちゃうこともできるけど、なかなかそれが難しいから敵の殲滅になってしまうんだよな。さあ、こちらチームが大手になって防御。誰使おうかな。ここはやっぱりミュートで手助けしてあげよう。音符ショットガンでも使おうか。ドロステルでこれでいこう。人質の安全を。おお、また地下か。とりあえずよいしょ、あっと急ごう。置いて、あ、早い、早すぎる。置いて、見つかったものは知らないから、とりあえずここの中に敵の邪魔が入ってこれないにしよう。邪魔を設置中。ちょっと手前です。もうちょっと手前にしよう。そして、こっちの壁を邪魔で固めて、味方が電気を流している。で、アーマーをもらって ADS をセットする。ショットガンな、どこにいよう。とりあえずこの中にいようか。もうグレネードの、こっちは、あ、割ってきてる。だと、ドローンを飛ばしてるが、こっちには入ってこれないな。こっち上怖いな。いるな。壊した。テルミット。どう送る？邪魔壊した。ってことはドローン投げてくるか？仲間が一人やられてる。テルミット。飛行。お、こっち空いてる。
あんな遠くにいるの。ダメだこれは。ちょっと仲間、あ、待って、防犯カメラでスポットしよう。さあここからは仲間に頑張ってもらおう。敵が全然防犯カメラを壊そうとしない。お、仲間が、あ、人質がやられた。勝った勝った、これは紛れもない勝利だ。敵が人質を、あれあれ、ちょっと完璧に人質撃っちゃってる。はい、というわけでこちら側の大勝利、あ、3対1だから勝利。というわけでね、人質の誤射には、今のちょっと誤射と言っていいのかわからないけど、誤射には注意しよう。まあバックは2回ほど使ったけど、こんな感じの兵士で、フロストも頑張ってアンロックを進めたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。